1回戦 A グループは7フレまで終え、依然久保田がトップ。それをしもいで、さらに渡辺が追う展開で、ゲームは終盤第8フレーム。入ったー。はい、完璧なストライクでしたね。でしたね。なるほど、ようやくあの天秤の迷いから逃れました。そして走るのか。あら、自分が思ったところよりも左に投げてしまったので、はい、いわゆる食い込みが強い、集めすぎる強い9番ピン残りということですね。なるほど。さあ、大事な下入れの第8フレーム、絶対ここはストライクマスト。さあどうだ、入ったか。あーと、おそらく、はい、あのもうすでにオイルが伸び始めてるんだと思います。あ、そうですか。おですから、先ほどまでと同じラインだと、はい、少し腹筋ポイントが今までより先に行き始めて、その分食い込みが甘くなって10番ピンが残るという、ちょうどそれを感じているんじゃないかなというところですね今。はい、ここはちゃんと取りまして、やっぱり本人の中ではプレッシャーを感じていたんですね。でしょうね。さあ、8フレ終わりました。ストライク来てますもんね、はい、渡辺が8フレームストライクなので、そうなんです、ここでストライクを重ねると、うん、下井出に並びます。僅差勝負になりますね。はい、18番レーンの1投目はあっと、ここでね、ストライク持ってきたら、もう渡辺の方が流れ的にはね、ボールチェンジもうまくいったという形になって、ですよね、圧倒的、まあ、有利になるかなと思ったんですが、うん、ここでの10番ピンは下井でホッとしたでしょうね。でしょうね。さあ、これは、うわー、これでですね、久保田が相当楽な、そうですね、はい、久保田はもう精神的にだいぶ楽になりましたから、そうでしょうね、自分のボーリングがね、はい、こうやりやすい環境になったというところでしたね。はい、渡辺はこれを取りに、はい、さあ今度は下井出かな。ここは絶対ストライクを取るという表情で、さあ、いた、きた、あ、微妙にラインをこう外にずらしたかなと思ったんですね。あ、そうですか、うん、だからいいんじゃないかなって投げた瞬間思ったんですけれども、思ったより食い込まなかったですね。さあ、これで渡辺プロとマークス的には並びました。下一桁の勝負になりますね。ですね、本当に点フレ勝負です。はい、2位でもワイルドカードがあるので、1ピンでも高いスコアを出しておきたいところです。17番レーンで食い込んだ、来た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 、一つ来ました。うん、これで下井出の方がというちょっと厳しい表情がありますが、そうですね、渡辺が3つストライクを重ねて215になったので、下井では1ピンね、はい、パンチアウトしたとしても214なので届かなくなってしまうんですよね。はいはい、さあ、こちらはもう順調にいけば、おーいしょー、うわー、ゾロゾロゾローと倒れまして、手振りで1投目ストライクを持ってきました。まあ、この辺が試合の流れっていうところですかね。ですね。渡辺欅、持ってこい。おー、声の元気で10本のピンが一気に倒れました。そうですね、このね、ストライク2つは大きいですね。そうですね。久保田彩香、
こね200ストライクを持ってきて、もしもいでを突き放したいというでしょうですね。くれば2位確定ですね。はい、215きた、15まで持ってきて第2位確定です。さあワイルドカードのスコアとしてはどうでしょうか。215銀、そして最後の一投はおっと薄いが、うーん、まずは順調な素晴らしいスタート、257便まで持ってきました。苦しかったしもいで、途中ターキーもありながらオープンフレーム2つ、あらー残念ながら次の大会は欠場ということになるわけで、今日は見たいミスが何回かありました。下井でかな敗れました。そして久保田、素晴らしいプレーでしたね。そうですね、はい、ナイスゲームです。久保田が257のビッグゲームで準決勝進出、スコア215の渡辺がワイルドカード候補となった。スペアがひどすぎましたね調整しきれなかった自分が悪いです。まあ内容的には2位なんですけど、なんとか競り勝ったっていうような気持ちです。はい、ああ本当に良かったです。自分の投球的にも完璧な投球があったかと言われたら、10フレーム中1回か2回やっただけで、まあ例に合わせてボールを選択できたというところが良かったかなと思います